Sisito koto sereno minani yote. Amin. Suis Christo nomi gumi kami no ai se moni. Mata anata to. Minasang se naru sagi okuna umai ni watas tasi no tsumi yomitome yurusi yonegai masio. Zen no no kami to, kyo dai simai no minasang ni kokuaku simas. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotari niyotte, tabitabi tsumi o okasimashita. Seibo Maria, subete no tenshi to seijin, soshite kyo dai simai no minasang, tsumi bukai watashi no tameni, kami ni inotte kudasai. Zen no no kami, itsukushimi fukai chichi ga,私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ、慈しみを。喜びの源である父よ、あなたに感謝を捧げるために、私たちはここに集まっています。キリストの復活を信じる私たちが、日々の仕事を通して神の国の証となることができますように。聖霊による一のうちに、あなたと共に神であり、いよいよとこしえに生き納められる御子、私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。第一朗読、出エジプト記。その日、モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行ったが、主がファラオの心をかたくなにされたため、ファラオはイスラエルの人々を国から去らせなかった。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を一匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊一匹を食べきれない場合には、隣の家族と共に人数に見合うものを用意し、めいめいの食べる量に見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない一歳のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の会衆が皆で夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを煮がなを添えて食べる。肉は生で食べたり煮て食べてはならない。必ず頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べるときは腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし急いで食べる。これが主の過ぎ越しである。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべての諱を打つ。またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば
私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。神の御言葉、神に感謝。私は感謝の生贄を捧げ、神の名を呼び求めよう。すべての民の前に進み出て、神に立てた誓いを果たそう。このパン杯を飲み、私は主の死を告げ知らせる。アレルヤ、アレルヤ。羊は私の声を聞き分け、私もその羊を知り、羊は私に従う。アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。マタイによる福音。主に栄光。その頃、ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい。あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしている、と言った。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか、読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司のほかには自分も友の者たちも食べてはならない。備えのパンを食べたではないか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるものを言んだことがないのか。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは
ハワレミであって生贄ではないという言葉の意味をしていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。主の御言葉、キリストに賛美。このイエス様の言葉は、人の子は安息日の主であるということをしっかり心に留めて、私たちの主イエスクリストは神であることを信じて、すべてのことをこの神様が治めている。そういった私たちのとりとりの今日一日、神の国、すなわち、この神のすべてを、私たちの意思も、神は私たちの心を治めているように、良い方向になりますように、このミサを捧げますように。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。全能の神よ、教会がクリストの死と復活の記念を行うとき、救いの力が私たちのうちに励ます。この遺跡にいつもふさわしい心で扱うことができますように。私たちの主、イエス・クリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父よ、最愛の子イエス・キリストを通して、いつどこでもあなたに感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。あなたは御言葉によってすべてを作りになりました。御言葉である御子は、救い主、贖い主として、私たちに使わされ、聖霊によって人となり、乙女マリアから生まれ、身胸を果たして人々をあなたの民とするために、手を広げて苦難に身を委ね、死を滅ぼして復活を知らせになりました。私たちは声を合わせて歌います。天使とすべての聖人と共に、あなたの栄光をたたえて、ことに聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエスキリストの御体と御血になりますように。
主イエスは進んで樹に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よあなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。清子、フランシスコ、私たちの好きよ、トマサクイナスマイダマンヨット、ウサスキよ、パウロサカイトシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛に満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、使徒とすべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたにすべての誉れと栄光は悠々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えますよ。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧よ、今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神。いよいよとこしえに。アーメン。主の日和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。Thank you.
世の罪を取り除く神の子羊。神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りましょう。神よ、遺跡の恵みによって心と体を癒してください。主の死を告げる私たちが、キリストと苦しみを共にし、復活の栄光にも預かることができますように。主キリストは生きて治めておられます。いよいよとこしえに。アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の作業終わります。行きましょう、主の庭のうちに。神に感謝。
空心。